るいが覚悟していただこう。今です。さあ一気に行きましょう。任せてください。わが愛は無限、去りゆく者へのたぬき。眠れ白金の光に抱かれ。さて、お遊びはこれまで。ナイスオブレベル。そんじゃあばよ。私の番ね。そこ今よ。そこだ。あや、私の番ですね。アーク速度オン。アンガドさん、いいぜ。闇の真似レイに知らない。俺の番かよ。行くぞ。せっ、いいぜ。おろせ。私の番ですね。さすがにやりますな。よし。私の番ですね。今です。さあ一気に行きましょう。任せてください。よやあやあ、ありがとうございます。よし、せっか。あや、俺の番だな。私の番ね。アークス駆動。はい。アンガドさん。おや。
よし、アークス駆動や、よし、やったぞやったわもっと精進しないと。レベルアップてか、さすがはインドロ。かつての契約相手だろうと、もはや容赦するつもりはありません。イリアさんとキーヤちゃん、サンさんも必ず返してもらいます。なんという動機だ今の彼ら相手ではさすがのラウでも一歩届きませんか。申し訳ありません、サオ様。キーヤたちを置いておとなしく引いてくれ、サオさん。このメンツならたとえ相手があんたであろうと。さて、そうしたいのは山々ですが、あいにく見届け役が来ていらっしゃいましてね。何手を焼いてるみてえだな。あいつはガルシア、あんたまで来ていたのか。そこにいるのはキーヤちゃん、イリアさんも。リーシャ、捕まっちゃって
キーヤさんは市内でけなげにも独自に避難活動をしていましてね、偶然居合わせたイリアさんと共に保護させていただいた次第です。大丈夫だキーヤ、すぐに助けてやるからな。頑張っていてくれて偉いわ。もう少しだけ待っていて。改めてでかくなったじゃねえか。なあロイド・バニングス、調印式で見たときは一瞬ガイのやつに見間違えたくらいだぜ。それはどうも、こちらはただただ残念だ。ガルシア・ロシ、あんたならしっかり罪を償ってやり直してくれると信じていたのに。統一国ってのが成立したら望むだけの島をくれるって話でな。ブバーチェ復活のためにもこいつらの叩き直しと指揮くらいは引き受けてやったわけだ。臭い飯を食い続けるくらいなら目の前の勝ち馬に乗りたくなるのが人情だろうな。ルバーチェの復活、そんなことのために。でもふざけるな、ガルシア。あんたがそんな弾か。独立国の時不当に拘留された俺を脱出させてくれたのは誰だ。俺ですら知らなかった兄貴のあり方を話してくれて立ち上がらせてくれたのは誰なんだ。そんなあんたがそんなくだらない理由で新総統に就くわけがないだろ。ロイドさん、そうね、私も納得がいかないわ。おじさまにしたって少しは成長したと思ったが、甘っちょろいところは相変わらずだったが、半端な覚悟で戦場に出てきてんじゃねえぞ。おや、まさか手を貸していただけるのですか。まだるっこしいのが嫌いなだけだ。てめえは気に食わねえが、せいぜい役に立ち上がれ、アクラン流。いいでしょう、キリングベア殿。かつての高層時代のように心を躍らせてもらいましょうか。元西風の連隊長と達人レベルの武術使いか。相手にとって不足はありません。サオさん、お覚悟。頑張ってロイド。みんな見ていて、キーヤちゃん。必ず助けてやる。彼らを乗り越えて。